護かな。どうしたの？お母さんとはぐれちゃった？耳、なんか…あら、いつの間にかな、ひまわりおらんようになっててさ。それな、この通りめっちゃソースのいい匂いするやん。うちホームシックになって思うんで、間違いなくエルダ関係だな、この子。ごめんください。今のイントネーションは関西弁の「ごめんください」。やっぱりお前か、ヒロミニ姫の味方。いや、夜で、どれ。なったのはあんたや。勝手に歩き回ったら迷子なるていつも言うてるやろ。あんた方向音痴やねんから。ちゃうねん。何がちゃうねん。逆ってやっぱりお前だったか。夜で相変わらず方向音痴のくせに活動的だな。前出て喋れ。200年ぶりかエルダ。お前こそ相変わらず引きこもってるみたいやな。はよ離れ。なあエルダ、うち新幹線乗ってんで。お前は乗ったことあるん？ん？ん？一時が万事こんなでな。めんどくさい。ふふん。お前が直接出向いてきたってことは、リングベリビョルリングの決着をつける気になったってことか。その通り。エルフ族に伝わる究極の頭脳戦、リングベリビョルリング、うちらの404年にわたる戦いの勝者をついに決める時が来たんや。このリングベリビョルリングの名。引き分けか。これで通算399回目。またしても決着つかずや。待って、それただの三目並べだよね。せやねん。大層の名前ついてるけど、要は丸バツやねん。さすがや、お前の鉄壁の守り倒しきれへんかったわ。お前の怒涛の攻めには骨が折れる。いや、攻めとか守りとか関係なくて、三目並べってお互いが間違えなければ必ず引き分けになるでしょ。知らなかったの？なんかごめんね。ひまわりは知っとったん？知らんかったで。せやんな、知っとったら教えてくれるもんな。当たり前やん。知ってたな。